ある夏の夜でした。雷を伴った大雨に、盛り場はタクシーの行列。行くも帰るも、それはそれは大変な夜でした。そんな時、ずぶ濡れになったお客さんが入ってくるなり、カウンターに腰掛けて、水割りとつぶやく横顔が、どこか影のある寂しげな人。初めて会った人なのに、どことなく惹かれた人でした。俺たちに明日はない、あるのは光る瞳、地獄の瞳、離さないと、燃えてる瞳。愛してる、かけるぜ命ひとつ、ここまで来たら後がないさ、帰りはけて散ってしまえ、地獄がなんだ、滅びるのが、ああ。